今回ちょっと Windows 10にグレードアップしたんですが、ちょっと動画編集や、動画変換ちょっと手間取ってしまいまして、ちょっと動画をちょっと上げない状態なんですが、まあ、ちょっとどうにもならんで